むくみを解消する4つの方法をお伝えします。あなたはこんなことでお悩みではないですか？例えばもう水を飲んだだけで水太りしてしまったり、もうすぐにむくんでしまう。特にお腹周りや太もも周り、お尻周りだけがこうなんかいつもタプタプしてこう動きにくい、邪魔だ。そんなお悩みをお持ちのあなたへ、この動画をご覧いただきますと、そんなむくみをですね解消する具体的な方法をお伝えしていきますから、あなたはそのむくみから解放されて、すっきりとしたお腹周り、お尻周り、そしてなぜか水を飲むだけで太ってしまう、そんな体質を改善することができるんです。具体的な方法を後ほどお伝えしていきますから、最後まで楽しくご覧くださいね。ではまずそもそもなぜそのむくむのか、タプタプするのかというその原因なんですけれども、それはもうズバリあなたの腸内環境がですねこう悪くなっている、うまくこう動いていないからなんです。私の整体サロンにお越しのクライアントの方もですね、その例えばもうストレスで、もう普段気をつけてたんだけどもちょっとストレスでね、先生この間ねもうすごく食べちゃったんですよってご相談してくださるね可愛い方いらっしゃるんですね。でその方も結局その暴飲暴食をしてしまったせいで、まあ、せっかく その腸内環境が一時的に悪くなってですね、その時はやっぱり腰痛も出やすくなっていらっしゃいましたし、またその特に下半身ですね、ああむくんできた先生自分でも分かりますってねおっしゃっていたんですね。それだけ腸があなたのその水分代謝を、まあ、司っているその臓器なわけですから、もうこんなにも影響が、まあ、すぐに出てしまうということなんですね。でその方もまたちゃんとですね、腸活取り組んでくださいまして、またすっきりと腰痛も出なくなってらっしゃいますし、もうほっそりとねしてきてらっしゃるんですよ。なのでポイントは腸内環境を整えることです。でなぜその腸内環境が悪くなると、まあ、水分代謝が悪くなるのかというところはもう今お伝えした通りなんですね。で2つ目で、その腸内環境が悪くなると、なんとですね脂肪も溜め込んでしまうんですよ。水分だけじゃないんです。で水分代謝が悪い方はだんだんその、まあ、普通、まあ、下半身が先にむくむんですけれども、なぜかというとその腸がむくみ出しますからね。腸がむくみ出して下半身がむくみ出して、だんだん上へと上っていって最後はお顔になりますよ。過去の私もそうです。もう腸がものすごく汚れてましたから、もう顔がパンパンにむくんでたんですけれども、朝起きてもうすでに目や顔がむくんでるという方はかなり危険なサインですから、それだけあなたの水分代謝がうまくいっていない、イコール腸がうまく動いてくれていないということになるんですね。でその腸が動かないと、まあ、水分もそうですけれども、2つ目その脂肪もですねどんどん溜め込んでいってしまうわけです。なぜかというと肝臓に影響が出るからなんですね。腸が悪くなると肝臓に負担をかけます。そうすることでその肝臓が排毒、まあ、もうできない、もういっぱいいっぱいになってくると、そのどんどんですねその悪い、まあ、血液がそのまま心臓に向かって、その心臓が悪いドロドロ血をまあ送るわけですから、どんどん脂質代謝が落ちてその脂肪を溜め込んでしまう体質にこうなっていってしまうということなんですね。でまたまたこれまたですね、その肝臓が動かないと次に何が起こるかと言いますと、3番目、あなたの基礎代謝がどんどん下がってしまうんです。で結果、まあ、むくんだり太ったりということになるんですね。基礎代謝というのは消費するエネルギー量ですよね。結局そのあなたが寝てても何にもしなくても勝手にその燃やしてくれるこの力がどんどん落ちるわけですから、もう大変なことになるわけです。もういいことゼロですよね。ですから、ここから具体的にではどうやったらその腸を元気にすることができて、水分代謝もうまくいってむくまない、脂肪もため込まない、基礎代謝が上がって勝手に燃えてどんどん痩せる、その具体的な方法をお伝えしていきますね。こちら、改善策4つです。1番食事です。2番温める温活ですね、
3番運動、4番睡眠。今から一つ一つ、ご案内していきたいと思います。まず一つ目、食事です。イコール、腸が喜ぶことをしてあげればいいわけですから、もちろんその腸内細菌の餌となる食べ物をこう積極的にバランスよく摂っていくことがもう一番もう大前提なんです。そのためには、例えば納豆ですとかキムチ、ぬか漬け、お味噌などのその発酵食品を積極的にバランスよくまんべんなく摂ること。2つ目、海藻などの水溶性食物繊維をたっぷりと摂ってあげていくことです。お腹すっきりですよね。で次、オリゴ糖です。玉ねぎや蜂蜜などにこう含まれるこのオリゴ糖を摂っていくことでスムーズにしてあげるんです。最後、 EPA、DHA、これは青魚ですとかアマニ油ですね。こういったオイル系を摂ってしっかり腸内細菌をこう元気にしていきましょうというのがもうベース。でプラス今回はむくみに特化したお話ですから、あなたがその水を飲むだけで太っちゃう、むくんでしまう、もうこのお腹周りとか太もも周りがこうタプタプタプついてもうこれもみんなとかしたいなっていう時は、やはりその水分をこうどんどん外に排出してくれる食べ物を摂ることが一番大切ですよね。でその時にポイントがですね、黒い色の食べ物を食べることなんです。黒ですからどんな食べ物が浮かびますか？例えば黒ごまですとか黒豆、黒米に黒酢、海藻やそばなどイメージしやすいですよね。ああそうだ、色が黒っぽい食べ物だってね、お分かりになると思うんですね。こういったものをやはり積極的に取られると水分代謝がどんどん良くなって、あなたが日頃お困りのそのむくみや、水分脂肪を溜め込んでしまうという、そういうねお体から脱出していただいて、もうどんどん燃えやすい体へと、変わっていくことができるということになるんですね。さあいかがだったでしょうか。今はお食事のお話。2つ目、温めるです。温活ですよね。特に私たち女性は、筋肉量も男性と比べて少ないですし、その体を上げる力やっぱりね少ないわけなんです。そこでやはりその温めるって大事なんですね。体の中から温める、そしてお風呂など外から温める、このダブルで温めるをしていきましょう。ですから具体的には、今からね暑くなってきますと、どうしてもこうパッとシャワーで済ませたくなるところなんですが、それではあなたの腸は一向に温まることはできません。例えて言うなら、フライパンでお肉をこうジュッと焼きますよね。そうするとその中はレア、生のままです。それが例えてのそのシャワーなんですよね。シャワー浴びることが今のお話と思ってください。だから外は温まっても、あなたの中、内臓はもうキンキンに冷えたまんまです。そうするとその臓器はね、やっぱり元気に動いてくれないんですね。特に腸という臓器はもう冷やしたらもう一発でピタッと動きが止まってしまいますから、便秘になったりですね、もういいことゼロです。肌荒れになったり太ったりですね。なのでしっかりとお風呂に入りましょう。でその時にですね、暑いじゃないですか。ですからもう肩までこうがっつりこう浸かる必要はないですよ。もう溝内から下、半身浴で十分です。でぬるめのお湯で十分なんです。暑すぎるとその交感神経が優位になって、腸がやはり動きにくくなりますし、またこう腰痛とかですね、膝痛、痛みがある方は熱すぎるお湯はダメですよ。余計痛みが増しますから、ぬるめがベストです。それが外からですよね。あとは腹巻きされたりとか、しっかりエアコンが効いたらカーディガンを羽織るとか、私も常に腹巻きですとか靴下しっかり履くんですね。もうどうかしたらレッグウォーマーまでクーラーがある時はですね履いたりしてるんですよ。それぐらいも冷えにはすごく気をつけてます。毎晩お風呂にもしっかり入ってます。でまた食べるのもその温める食材ですね。こう冷たい食べ物や、真っ白い食べ物系は体を冷やしますから、今みたいな黒っぽい色、赤っぽい色、色がある食べ物ですね、そういったのを積極的に取り入れて体を温めていきましょう。さあここまで大丈夫ですか。では次3つ目、運動です。運動も大事ですよね。やはり代謝を良くするためには筋肉が必要なんです。でその筋肉も特にその代謝
血流をこう巡るためには、やはりそのポンプ作用である第二の心臓といわれるふくらはぎ、まあ、主に腓腹筋とかですね、ああいった筋肉をやっぱりしっかりとですね鍛える必要があるんです。ただいかがですか、こんな風に言われたら、はあ、運動か、もう時間もないしな、苦手だしなって、ちょっとこうねシュンとなる方もいらっしゃるんですけれども、大丈夫です。そんなね難しいことをする必要ないんですよ。もう本当に軽くウォーキングをするでもいいんですが、そのふくらはぎを鍛えるという意味では場所も道具も全くいらないというですね、もうどこでもできる簡単な運動があるんです。あとそのやり方をお伝えしますね。例えばあなたが、夕食の、まあ、準備をされていて、まあ、お台所にこう立ってて調理をしていたりとかですね、まあ、洗い物でもいいです。またはそのお子さんをちょっとこう待ってる時とか、ちょっとじーっと立って何か待ってる時ですよね、バスとかタクシーとか、とにかくかかとを上げててくださいということです。かかとを上げたままにしておくです。でそれがまあきつくなってきたら、まあダウン、アップダウンでこう上げ下げでもいいんですけれども、少しですねガバッと上げるのを少し 1-2cm だけかかとを上げるのをキープして、ずっとその立ち姿勢を保つ、これだけで十分です。これでしたらこそっと変なこうアップダウンで変な動きもないですからね、普通に立ってるだけで実はふくらはぎを鍛えているということがね、こそっとこそっとできます。どこでもできます。私もしています。ですのでしっかりこの第二の心臓といわれるこの腓腹筋、ふくらはぎを強化していくためには 1-2cm ちょっとかかとを上げたまま立っておくというのを、もう隙間時間でどんどんチャレンジしてみてくださいね。そうすることでしっかりとその下半身の、まあ、血流、体液、水分がしっかりその巡って、あなたの体がこう巡り出しますから、とっても代謝も上がってきますよ。では最後4つ目、睡眠です。なんで腸に睡眠かって、なぜだろうってね思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、実はですね腸という内臓はその寝てる時に一番動いてくれるんですよ。寝てる時、日中はそんなに動けないんです。なぜかというと腸は自律神経の交感神経といって、その活動中スイッチオンの時はですね腸ってほとんど実は動かないんですよ。逆に休んでる時、リラックスしてる時、寝てる時、こういった時に働く副交感神経が優位な時にやっと腸ってですね元気に動いてくれるわけなんですね。ですからそのストレスがかかって交感神経優位な方っていうのは腸の状態がすぐ悪くなってしまうので、もしかしたらあなたの腸の悪い原因は食事であったりですね、そんなのではなくてストレスから来るものかもしれないんですよ。でその時にやはり睡眠って大事なんです。仕方がない、ストレスはですねやっぱりゼロってなかなかできないと思うんですけれども、その代わりにしっかり寝てあげることで、その間に腸を元気に動かしてあげる。でそのことであなたはしっかり腸を動かすことができて、代謝が上がってむくみから解放されて、水を飲むだけでも太ったりですね、ここら辺がこうタプタプしたりしない体に生まれ変わることができるということになるんです。さあこの4つの改善策しっかりとですね覚えていただいて、日々の生活にぜひ取り入れてくださいね。そのことで、あなたご自身、そして大切なご家族、ご友人の周りの方々にどんどん、このお話シェアしていただいて、あなたご自身とあなたからどんどん幸せを発信して差し上げてくださいね。でまたやはり腸を時々こう休ませてあげるプチファスティングですとかファスティング、こういった取り組みも腸を元気にするベストな方法でもありますから、ファスティングにご興味ある方は LINE ですね、この詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、皆様そこからどんどんお問い合わせいただいておりますので、あなたも必要であれば遠慮なくおっしゃってくださいね。私からお返事いたします。さあではこのお話を繰り返しご覧いただいて、繰り返し腑に落とすまでですね取り入れていただいて、あなたの人生にぜひお役立てください。そしてこの動画のお話役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。